日日本人介紹在下辈子最紅的咖喱店。名前は路地裏カリー侍。野菜を食べるをコンセプトに札幌の路地裏でスタートしたスープカレー専門店です。メニュー豊富、カレースープは4種の味が選べて、辛さも選べて、ライスの量も選べる。物足りない方はさらにトッピングも選べる。僕が選んだのはこれ。すべて北海道産の新鮮な野菜を使用し、野菜ごとに調理方法を変えるというこだわり。お米は白米と玄米を極上なバランスでミックスしていて、スープカレーとの相性は抜群。毎日行列だから早めに行くのがおすすめ。下北沢に来たら絶対行ってみてね。